赤月小学院講師、林田学園です。よろしくお願いします。4月号でね、説明ね、していくんですけども、まあ2ヶ月連続でね、あのー、何月か間違いまして、ね、申し訳ございませんでしたし、正式証明4月です、ね。4月の説明するんですけど、ちょっとね、あの、説明も丁寧にしたというか、詳しくね、ちょっといつもより、あの、2ヶ月ぐらい長くはしてるんですけども、またね、長すぎるとかね、賛否あれば、 くださいお願いします。で初動バトンね今、ンやってますので、インスタの書道バトルも皆さんね参加してください。お願いします。では説明します。ボールペン1ページね説明していきます。多分ね、広くなっていくように、こう狭くならないよねこういう風に狭くならないようにね、広がっていくように、点必ず右上がり。 この中心、右側の中心、この部分ですので、ね。中心ね、この下に書かないよね、この線の。この線の下にけで少し左と浮くように。機嫌。揃える。左に大きくね。で まだこの右側はしっかり揃えてしまうようにね。木もそうですけど、こういうふうにこう出てこないようにね。ついか、右側書きにくいので、ここもこう、こう出て、出てこないようにね。揃えてしまう。左はね、出てもいいので、ね。こう、揃える。し長く、短くね、なるように縦引く。 まっすぐね、返ってください。こ,れこの部分こ狭くならんようにねこうぶつかったりならないようにしっかり角度変えてねこことここを少し広く開くように高さ揃えるようにねで下がって跳ねないよね最後のね曲がって同じ高さまで戻って で、きてから上にね、跳ねるように書いてください。三水狭く、も広く。で、二つ目の点かな前にね、一画目より左に出るように。で、一画目、三画目が一画目出ないようにね、ここに余裕で切るようにね。こう、こういう風にならないってことね。 まあ出てしまうと右が書きにくいので、うん、最後しっかり空間、ね、中心と揃うように91曲目ね払い左払いからですの、ね、でねでこの なんか横,横線がね何本も出てきた感覚揃うようにね均等にねなるで点右上がりにねなるように下に少し空間できるように左が揃うよね左ちょっと大きいここはね空間っていうのはこのこの口のこの部分とここは揃うように で左は出るね本出るように確かに中心ソロのと口しかる内にね両左右内に入るよ、うん、ソロうん打ち替えてから縦、うん、大きく開けておくように書いてくださいで、うん 右上がりに揃うように右側が大きく、ね、大きくなるように書いてくださいじゃいに入るね両方内に入るようにとこの部分ね上がる。 上がるようにね、右上がり。だからもちろん、ここも少し上がっとくようにね。まあ、基本、全部ね、右上がりですので、ね、ここで揃うようにね。この部分で揃う。算水ね、さっきも出てきました。狭く広くと、二角目、前に出るように書いて。均等にね、均等に、木の、横、均等に立って、真ん中通るようにと、 あまり下までは来ないように。中心ね、左右に大きく、あと非四間まっすぐね、まっすぐ、まっすぐね、内に入らないように。縦長の、縦に長い、こういう字はまっすぐ。ねまあ、横広いね、こんな、こういうところは内に、ね、同じ左右同じように内に。 この部分で、これがこ長くならないようにね。出ないように。ここを少し浮くぐらいでね、変えてもらえたらいいと思います。この部分大体揃うようにね。こう下に空間と。ここ大体いい揃うよねう。これこう出てきたりしないよね。大体。

口、ね、書いてください、ね、口書いて左で右書くように、ね、真ん中2つ少し小さめに書いてください右割り均等にこの部分空間 できるように書いいてくださいほとんど真ん中ぐらいで終わるようにううこの中に入ってしまわないよ、ね、こうにねこうならないようにねここよりもこの屋根よりは少し出るね左右に出るように。 で、侵入を。前に出て、後ろしか戻って、ね、ここで、後ろ、ちょっと大きい。前に一回出る。ぐっと後ろに戻って、この部分で、ね、後ろに出てるように。この角、ここの角よりも、後ろに出るように。で、上がって、引っついたら下がる。で、横。に払っていくよ。 では説明終わります。